よし、皆さん、ザ・グッド・サ・ナイトです。今日はちょっともう一つのアメリカの人気の話ですけど、日本ではちょっとあまりないのやつですね。今日の話は HPA。HPA は何でしょうか？ HPA は英語の High Pressure Air。つまり空気がなんとか小さいタンクに入れるみたい。まあ、なんとか HFC じゃなくて、普通の空気。まあ、プレッサーで、プシュ、なんとか、スクーバみたいの空気を使うの。でも、違うのタンクに入れるから、OK。じゃあ、つまり HPA は、今日の話は、だいぶ、アメリカの一番有名 HPA の会社、ポーラースター。こっちのことに、あれ、ポーラースターのジャック。ジャックは、もうちょっとの安いの版ですから、よく人気になったと思うと、安いの、使いやすいのやつが作りましたので、このやつで。ポーラースター、じゃこの箱に入れるけど、これは、ギアボックスの普通の、AEG の電源ガンのギアボックスは、普通のなんだか、ピストンがあるとか、それいろいろ小さいのギアと、モーターで、トリガーのコネクタとか、それビジンギアと、ブーッとそれ、ずーっとそれ、チプププでしょ。それじゃなくて、ちょっと時間かかるんですね。それで敵を見ると、ああ、OK、見えるから、トリガーに押すと、最初にはズッじゃ、それは時間かかる。それが、パン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 、音がよく割ると、ブーンみたいな音みたい。ですね、これは、全然違う。自分で入れるの方がもっと安いけど、時間かかると、わからないと大変になるですから、それでギアボックスに開けて、ギアは取れる。ピストンも取れると。トリガーコネクターも取れるとか、ワイヤーも全部取れるとか、それから他のやつに入れる。最初のトリガーボードは普通のじゃなくて、もっとパソコンみたいのやつに入れる。そうすればセレクターになると小さいのボタンはトリガーに押すと、それは全部はよくわかるので。その以外は、普通のピストンじゃなくて、ちょっとこうのやつみたい。これは、これだけの、前のやつだけが動ける。その以外はガスの力の使うと、まあ、ボックスと、これは、パソコンのライン、トリガーボードまでのラインと、これはガスのラインに入れるから。と、そのトリガーボードに、小さなパソコンのケーブルにセットと、もう一つは電気、のみたいなやつ、電源のコードに作るんで、その電源コードは電源コードだけじゃなくて、もう一つ小さいのパソコンがあります。小さいのパソコンはいろいろの設定ができるから、超人気のやつ。まあ、だいたいよくわかるのは、すごく普通の、まあちょっと高いでも、電源ガンは1秒は30玉ぐらいできるんですけど、これで60玉。まあ60玉以上できる、かもしれないでも、すごくハイスピードは、そのピストンの動かないとよくレーザーみたいな感じですね。まあ、それがもうわかるから、大体は10の、もう一回よく見ましょう。VFC の SR16 が一番月の10から、ですぐにわかるのは、これで。これからはガスのケーブルに入れる、それからガスのタンクから使う。と、後ろの方で、これはもうちょっと大変ですけど、これを開けて、これも開けて、これをちょっと閉めると、これ動いて、これ動いて、この中には、よく見ないか。あ、そっか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 。じゃあ、これはやっぱり時間かかるので、説明のためは大変な情報ですから、その小さいのパソコンは、本当に小さいのパソコンですね。これを開けて、ポトン、このパソコンです。本当に小さいと。これ全部のスピードとトリガー、引くの時にどうで何をするを決めるのパソコンですね。これはそのままで、ここに入れると問題なし。
でも大切な対策を、それスピードを決めると、最初には設定が必要から、設定の方は、テレビは最初に引くと、それ電源に入れるとそれは設定にできる。ダムは1秒どのぐらいのダム使うと、Rate of Fire、1000ミリとかフルオットはよく何でもかんでもの自由があるから、これは狭いとフルオットだけじゃなくてバストもできるさ。それはバストの設定すると、何ダムのバストやと Rate of Fire どんなスピードでも決めたので、バストでは3ダムバスト、5ダムバスト、4ダムバスト、15ダムバスト、何でもかんでもできるの設定はバストのセッティング、フルオットじゃなくて15ダマとテレガは一回に引くとクックッみたいなバスト。でも普通の2ダマとか3ダマ、15ダマは、ちょっとすごいですけど、それでジョットのやつ、それとガスが使ってるから、いきなりその時間かからないと、すぐテレガ引くとパン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 みたいな感じ、すごく早いですね。でもそれだけじゃないのは、いろいろのはアメリカの問題は、よくモデルの人はジュールのパワー設定は簡単で交換できるから、クロノをやると99.9% の人はちゃんとルール守るけど、その 0.01% はタンクはまたパワーアジャストとダムはもっと速いと、もうちょっと危ないになるけど、だけどすぐ当たれるから絶対ダメなやつ。けどカウンターにもあるさ。それじゃパワーの設定はどれしますかが考えてるので、さあガスタンクからのやつ、これを当てて、これでガスタンクにもあります、忍者のちょっと高いと。でもこれは軽い版のですけどさ、そうここに見たらタンクの入れてるのガスの話です。このタンクは 4500PSI ぐらいできるんですけど、今はちょっと2000以上ですね。でもそれは入ってるのプレッシャーとか、これはレギュレーターでプレッシャーはよーく下がる。やると騒ぎならすごくいいのことですけど、今の設定はゼロ、全然使ってないと。これで入れるとボタンに押して、とそれでガスは入ってて、とこれはガス入ってないとそのままで取れると、入れる時にはプスッガスが入れる。さあ日本のサバゲーではだいたい 40PSI か 50PSI はちょうどいいですけど、でもこれでカカンカカンカカンプレッシャーアップと、それガスが入れるとテストするはピシュ OK 10.92 のジュール、あー OKOK。 でも後にはこれをまた開けてピシュ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 すればアウト、ダメ、絶対ダメですから。それでよくフィールドにはこれをもう設定 OK から、この安全交換してないのキャップにもある。まあだいたいその 0.01% の人大変から、このやつにも作れたので、そのままでここに押して、これでロック体とかセーフティーテープとか何でもかんでも使おうから、もう交換できない。これを取ったらすぐ分かるので、そのままで問題なしと。それでチーターはよく見つけるのために、それガスがもう OK。 このラインはカバンに入れるとか袋にも入れるとか、それから設定が OK からもう準備 OK。 これはそのシータのトレガーガードに入れてプチッとパワー OK。 それから電池も使ってるのでパソコンにもう使えるみたいですね。まあ日本にはあまり全然ないから、僕の友達ジョニーさん、よく東京のゲームにするとみんながこのガスタンクが怖いから、ちょっと見ると何やってるこの人は、さ普通の銃じゃないと、なもしかしてチーターになるかもしれないから、よく出るのなんですけど、よく説明するとああこれで使おうと、実は
悪いことしないと、すごく安全なやつですね。すごい、はい、まあ、ハイスピードもできるけど、いっぱいのフィールドは、フルオートのゲームは、あまりないから、どのぐらい指でできるは、ハイスピードは、パパ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 だけですね。と、電源ガンじゃなくて、これはすごく壊れづらい。ですから、壊れやすいの電源ガンはよく、7000円でショップに行って、開けると、ああ、これは問題と、これは新しいパーツと、それで、直すのはよく高いと、いっぱい5キルのことは、壊れやすいので、このアップグレードは、まあ、日本はまだあまりない、全然見てないんですけど、外国人の方で買ったら、まあ大体4万とか3万5000円以上ですけど、でもこれは普通のつくばのタンクで新しいガスに入れるから、よく使いやすいですね。つまりですね、これは守れないといけない。爆発しないんですけど、確かにプレッシャーのガスが入ってるから守らないといけないです。つまりじゃあそれからちょっとあれこれをまた入れて、まあとその以外はあまり何も起こらない。ただプレッシャーの古いのサバゲーの銃みたいな感じでもすごくジョットのやつから壊れづらいと、何でもかんでもトゥルグは引くとちゃんとダマが出る。いろいろは銃が壊れるものとか、まあガスブローバックでもよくマガジンはガスが入ってないとダマが残りあるけども使えない、次のマガジン使えないといけないんですから、これはよく必要な時にはトゥルグを押すとちゃんとダマが出るがバッチリ。それと前よりすごく静かな静かが言うんですけど、僕はもっとうるさいの。キャップが入ってる。サプレッサーに使ったら、マクニージュさんよりもちょっとうるさいみたいなやつ。でも、マクニージュさん、時まで、マクニージュさんはすごく静かから、素晴らしいです。つまりだね。ちょっと使いやすいのは、ただガスタンクが必要、やっぱり。でも、大体話は、目的は、このことが世界にあると、アメリカには超人気、外人はちょっと大好きなやつみたいですけど、それこれを見たら大体悪いの人じゃなくて、ただ違うの譲渡のシステムが使ってるからと楽しいですね。それで、あ、すごく面白いのことですね。まあその話だけです。まあ楽しいのことはこれは次のゲームに使いたいからすごく楽しかった。前にはよく昔軍人の友達からがよく使ったのやつですから、僕もすぐ使いたいので楽しみだね。すごく速いスピードとシューティングできるから、そう。なので、ただ存在に教えた方、つまりですね、よくあたりのフィールドが初めて見るとちょっとびっくりから、で安全とかそれ持ってるの人はもう、まあ、もしかして日本語できないかもしれないんですけど、でも日本語できるのはよく説明できると、しかしシューティングをできれば超楽しいのはおすすめので、日本はまだないけど、もっと人気になったらがいいのことと思うんですけど、まあ電源ガンとかガスガンは楽しいですけど、このなんとか特別のミックスはすごく楽しいと、おすすめ。壊れづらいと、壊れづらいの方がやっぱりいいと思うですね。じゃあこのビデオはそのままでですね、説明はまあちゃんとじゃない、まあ完璧じゃないですけど、その説明でちょっともう買ったらがいいと思います。まあもしかしてまた今度にはまたビデオとか作るとか、もっともっと説明できると、でも全体楽しいなやつですね。じゃあみんなお元気で次のゲームに頑張りましょうね。じゃあサナイト、お疲れ。